はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もポケモンファイアレッドをプレイしていきます。さあ今回はね、このグレン島にね来ています。まあ前回も言った通りちょっと進めておいてですね、ここまで来ました。はい、このねマサラタウンからはるばると波乗りでここまで来た感じですね。でポケモン屋敷もすでに攻略していて、ここのジムの鍵も手に入れておきました。まあこのジムね、なんかこっちかこっちのジムね、なんか鍵かかってるんでね、その鍵を入手したんですけど、まあこのポケモン屋敷のねエンカウント率が高いもうそれがねめちゃめちゃ大変でした。あとなんだろう、化石のあれもあんのかな、さっき。うん、あ、ポケモン研究所、ここでじゃあ化石も回答してもらうかな。回答っていうのかな。あ、ここだここだ、ここでやってもらうか。はい、甲羅の化石生き返らしておきますか。あ、ブラブラしないとダメなんだ。じゃあリーダー倒して返すかな、ジムの。よし、行きましょう。じゃあジム入っていきたいなと思います。さあここですよ、今回は。おーっす出た、熱血カツラはイントネーションおかしいかな。炎のプロフェッショナルだ。それならこっちはクールに水で決めろ。いないよあ、やけど直し持っといた方がいいんだ。まあ何でも直しあるからな。てかなんでこのジム鍵かかってたのそれが一番意味わからんわ。そんなやつにジム開かせんなよ。合いますね。あ、これクイズとかあるんだったっけ。丸バツクイズだったっけな。そうですよね、正解するとドアが開いて次へ進めますと。間違えた弟子のトレーナーと戦っていただきます。弟子かこれ、なんか普通のおっさんに見えるけど。うん、ここのリーダーに会うまでポケモンの体力を取っておきたいなら頑張ってこい。いや、ポケモン戦ってあるからな。ポケモンキャタピーが進化するとトランセルになる、なりますよね。え、ビートルが悟空なんでね。はい、横の人はかわいそうどういう気持ちなんだろうな。まあ戦っていきますか。泥棒と名乗っておりやすが、足を洗ってポケモンの修行してます。本当か。じゃあ何になったんだ。いや、泥棒だけどな。泥棒のって書かれてるよ、身の部。足洗ったんじゃないのか。開きましたね、ガーディ。はい、そして今回、あ、忘れてたなんだ威嚇ね。今回ね、まあ、ポケモンのレベルもね、道中のトレーナーとの戦い上がってると思うんですけど、まずパラセクト、こいつ今ね、あの先生の爪とか持たせているんですけど、まあこれはねキノコの方針で先手取りたいんで。で今回はこの炎対策として、はい、このね穴を掘るを覚えさせました。これでね効果抜群なんで、結構ね今回の戦いではキーになってくるかなと思いますね。はい、これはね以前に視聴者さんからも覚えさせた方がいいですよ的なコメントもらっていたんで、はい、覚えさせました。でもう一つがモルフォンですね。こいつも、はい、毒の粉を毒毒に変えて、今後はね毒ポケモンとして本当に頑張ってもらいたいなと思います。はい、まあそんな感じかな、やったことは。じゃあ戦っていきましょう。早速ね、早速穴を掘るで。よし、いいよ。どれぐらい効果ある。こいつはね本当にちょっと炎の攻撃が4倍なんでね穴掘ってちょっと逃げていき、あ、一発じゃないんだ。何鍵分けるって。おう、いや知ってるだろ言いたくなるよそりゃ、切り裂く。いや、ちょっと敵の攻撃だったらどれぐらい食らうか見たいんだけどな。ロコンね、まあこいつらごときだったら全然大丈夫かな。切り裂く。うん、怪しい。あ、怪しい光強いよな。これ確か命中率 100% ですよね。超音波の強化版。混乱されたか。じゃあちょっと変えるかな。じゃあバタフリーとか言っとくか。バタフリーにもね、サイコキネシス覚えさせるか結構迷ってるんですけど。あ、来た。おい、火炎放射ってくんの。どうだ。あー、まあまあ。まあ、ロコン程度だったら大丈夫だっていうことですよね。こいつリザードン使ってこないよな、ここのボス心配だな。まあまあ、あ、球根か。よし、バタフリーで球根いきましょう。レベル36、まあ、ここは当然ね眠り子なんで、で超音波持って、まあ、ボス戦でもね、リーダー戦でもこういう戦い方して
勝っていきたいんですよね。まあ、真正面からやって勝てる相手じゃないと思ってるんで。あ、球根の方が素早さ高いのか。いいな、球根。さあ、これで混乱させて、再起光線で。あんまり食らわないよな。やっぱりちょっと再起光線ね、火力不足なんですよね。まあまあ、これでいきましょう。ここはね、勝てると思うんで。目を覚まして、コーナー。で、自分攻撃して。で、再起で。まあ、次も自分攻撃すれば、倒せるかな。こいつも火炎放射当然。あ、打ってこないか。覚えてたと思うんですけど。よし、レベル曲がって。いやーどうだろうな、泥棒。金持ってんな、これ。人の金だろう。あんまもらいたくないんだけど。はい。こんな感じでね、リーダーのところまで戦っていきたいなと思います。はい。そしてボス戦手前まで来ました。でね、まあ、ちょっとレベル上がって、スピアが新しい技を覚えて、それがね、はい、ガムシャラ。これの効果がですね、自分のヒットポイントが相手のヒットポイントより少ない時ほど、相手に大きなダメージを与えると、はい、怒りを忘れてね、ガムシャルということでやっていきたいなと思います。はい。でまず先頭はモルフォンから行こうかな。毒毒もね試したいんで。はい、いますね、ハゲが。このテンションうおーす。わしは燃える男、グレンジマポケモンジムのカツラ。わしのポケモンは全てを炎で焼いて焦がしまくる強者ばかりなのだ。うおーす。やけど直しの用意はいいか。いや、こんなこと言いながらジムに鍵かけてるからな、こいつ。カツラかぶっとけよ、カツラ。よし、あ、4体か。よし、モルフォン。じゃあ早速ね。あ、大丈夫大丈夫、攻撃は使わないから。いや、最高でいけるんじゃないかと思ってるけど、ドクドクね。よし、ドクドクはね本当に強いんで、もうこのガーディは死んだも同然でしょう。猛毒ね。マジで？やばくないか。子供はね、包丁振り回してるみたいな。やめとけって。火炎放射で十分だって。あ、もう死んでたのに。毒毒打たなきゃ死んでたのに、こいつ。おほほほ。殺されかけてるけど。死ね。あ、死なないか。なんだ？このハゲ。苦労して削ったのにこれかい。いや、サイコ打っとけばよかったな。あ、でも毒で死ぬだろ。毒でね、同じことだ同じことだ。よし、大丈夫。もうモルフォンはね、次のやつに毒を残して死んでいってほしい。ポニータ、小物だな。この小物に毒毒いらないだろ。よし、スピア先輩いきますか。今回ね、一番ちょっと活躍しづらいのがこいつだと思うんで。もうポニータ来い。ここはね、ダブルニードルで、あえて。めっちゃ食らった。ああ、急所か。びっくりした。めっちゃ食らったんだけど、と。思ったけど、さすがに急所か。なんだ？何やってくる？マジで？こいつら。みんな覚えてんの？おお、いいよいいよ。だったらね、これありますからね、ガムシャラ。よし。ん？何これ？え？ガムシャラ。あ、敵もそうか、食らってるからか。ガムシャラマジふざけんなよ。じゃあどうしよう。まあパラセクトで固くいきますか。まあこいつ出すまでもないと思うんですけどね。あ、危ね。スピード負けてんの、スパイサー。こいつ大文字しか打ってこないぞ。他に技ある。なんだこれ。殺しに来てんのか。そんな虫に大文字までやらなくても。ちゃんと死にますかね。あ、ギャロップ来た。もうこいつには毒毒いきましょう。毒毒してからのね、眠らせんの無理か。超音波がいいか。毒毒、よし、ナイス、グッジョブですね。これこんな感じでモルフォンは今後も頑張っていってほしいな。大文字あくまでもこだわる、オーバーキルに。よし、じゃあ次はバタフリーで、ここ超音波でね、毒を生かしていきたいなと思います。あ、そんなに食らわないな。
何ふざけんなふざけんなハゲ、うん、こっちの作戦がもうめちゃめちゃになるわ。だったら眠り子だかな。これ起きないよな。起きなかったもん、ストライク先生のねあれで行くかな。それだったら行きますよストライク先生が火を吹くはず。よし、眠らせといて、これね、オーケー。2回やりたいんだけどな。2回もやったら起きちゃうな。行くか。素早さ勝ってるかな。よしか、あれこれはやばいぞ。まあ、起きてもこなしてるんで、二重のね罠で。殺されるぞ。スピード勝ってるかな。撃つ、よし、これ勝っただろう。 OK、 おはは、さすがストライク。よし、ウィンディ、よし、ウィンディワンパンでいきましょう。いけるよな、レベル高いぞ。あ、攻撃下げられた。いや、でも打ち勝つ翼で打つ。どうだ、ほら来たこれこれ。いや、ストライクやっぱ半端ないな。今後もこの作戦でいこう。なんだ、連続切り。いや、結構あれだからな。どうなってんの、ダメージは増える、ダメージは増える。だってねえ、そんな銃でそのダメージ増えるなんて言われてもいらないないらないわこれ。はい、よし、カツラ燃え尽きた。あ、よかった、リザードンがいないのは勝利だったかな、勝因だったかな。うおー、す、元気だな。このクリムゾンバッジは持ってるだけでポケモンの特殊能力を高める効果がある。それからこの技マシンを受け取れ。なんだ、大文字か。この技をみんな大文字焼きと呼んでるが、それは間違いだ。本場京都では大文字とか送り火とか呼んでいるのだ。京都の人なのかな京都があるのか知らないけど。はい、いや、無事勝ってましたね。うん、まあ2人は2体ほどね死んでしまったんですけど、さすがストライク。なんかパラセクトの穴を掘るは、うん、必要なかったなそれぐらいねストライクが強かったんで、いや、やっぱ今後もストライクがね活躍してくれそうですね。いや、こいつ捕まえてよかった。 あと最後にあれ、化石受け取りに行きましょう。あ、なんだ、ちょっとジム出たところで、あれ、アポロンやないか。ホレはいや、マサキや、なんや久しぶり。あ、これは多分普通のね赤緑とは違うあれかな、イベントかな。なんや久しぶり、パソコン使ってくれとる、相当使ってるね。せや、ここで会ったのもなんかご縁や。ちょっと一緒に行かへん。遠くの南に一の島という小さな島があってな、友達に呼ばれて行くとこなんやけど、じゃあ行くか、ちょっと待って、うん、あ、船の向かいもまだなんだ。そこのポケモン世代待っとくから、手が空いたら来たってっていうことですね。まあそれはちょっとまた次回にしましょう。とりあえずここで、はい、ポケモン受け取ってから。遅いねまあジムで戦ってからな。はい、カブトもらいました。で、あ、かわいい。レベル5なんだ。ははは。いいなぁ。おぉ。雨の時に素早さが速くなるんだ。スイスイ。ということでね、カブトもらいました。まあ、使いませんけどね。あと念のためにあれもやっとくか。はい、大文字覚えられるかな。いや、今回これをよく使って覚えられないと。まあ、これは当たり前かな。はい。覚えられませんね。はい、ということで今回苦手と思われていた炎のリーダーカツラ一発で撃破できましたね。いやー、これはね今後ももうクリアかなほぼクリアみたいなもんかな。ということで今後のね戦いも相当希望が持てると思うんで、また次回ね、次はあのマサキのところに行くのかな。はい、そんな感じでまた次回もやっていきたいなと思いますので、お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが現実に上がっておりますのでよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。